よーし、起動成功じゃ。わしが見えるか？お前を作った天才科学者ドクター・エッグマン様じゃ。お前はわしの作った E100 シリーズの製造番号2番 E102、 コードネームはガンマじゃ。ガンマ、以後わしの言うことをよーく聞くんじゃぞ。このドアの先はお前のための訓練場になっとる。先輩ロボの E101 ベータはとっくに訓練場に向かったがな。いざ行けガンマ。ベータほどには期待しとらんから適当に頑張れ。ミッションコンプリご苦労、ガンマよ。意外とやるではないか。よし。それではテストを行う。これは我が崇高なる設計思想に基づいた超万能巨大空中戦闘要塞。エッグキャリア乗船のための選抜テストである。入れよベータ。 E シリーズの同系機先輩ロボの E101 ベータが俺と戦い、勝った方をエッグキャリア搭乗クルーとして採用することとする。まあどうせベータが勝つやろうが、一応やってみるがいい。ミッションコンプリート。おお、すごいぞガンマ。わしゃ最初からお前はやるものと思っておったわい。今回の結果によりガンマにエッグキャリア登場を許可する。ん？お前もエッグキャリアに乗りたいのか。わかった。
まあ、なんかの足しにはなるじゃろう。特別に乗船を許す。本日は晴天なり、エッグキャリア乗船を許可された精鋭の諸君、ますます意気盛んなことと思う。さて、今日集まってもらったのは他でもない、この尻尾のついたカエル。これこそ今回の作戦上必要不可欠にして重要なカエルである。そこで諸君らの使命だが、このカエルを草の根を分けても探し出し捕獲してきてほしい。ことは一刻を争う。早速出撃じゃ。ここは？データ照合。データなし。現在位置不明。困った。
ダメ、それ以上近づかないで。ごめんなさい。あなたは違うのね。あなた気がついた？あの子たちを守る存在に。優しい人なの。放っておくと消えていってしまう小さい命を守って。彼がいるからあの子たちもああして安心して歌えるの。私も最初に見た時はびっくりしたんだけどね。でも父さんたちはあの子たちの最後の場所をも奪おうとするの。心を閉ざしてしまった。いつか理解し合える日が来るといいんだけど。俺のが本物だ。いや、俺だ。あれの方が色がいい。ガーン！ダメ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 ！全然違うカエルではないか。どこに目をつけとるんじゃ。カオスの尻尾が取り継いとる大事なカエルなんじゃ。ましてカオスエメラルドまで加え込んでおるというのに。これじゃ、これが本物じゃ。さすがはガンマ、よくやったぞ。お前はやってくれると思っておったわい。他の者は笑い箱じゃ。どこぞへ消えろ。には新しい任務をやろう。なに、簡単な仕事だ。あの一番奥のドア、あの先の部屋へ行ってな。牢に女がいて小鳥を隠し持っとる。それを奪ってくるのじゃ。さあ行け。か、
間違えたようだ。
ブースターね。ジャンプボタンを押し続けると、少しの間宙に浮いていられるわ。ロボットさん、きっとまた会えるよね。
ドクターエッグマン、マスター登録解除。 E シリーズ仲間助ける。風の石であれば洞窟に突風が吹き荒れるというわ。
E-04 イプシロン救出艦。E-103 デルタ、 E-104 イプシロン救出完了、 E-105 ゼータ、 E-101 ベータ、 所在不明。もしやまだエッグキャリアに。E シリーズデータサーチ開始。該当あるホットシェルターに E シリーズの存在を確認。ホットシェルターのロックを解除する。レーザー銃よ。攻撃すると爆発が広がって広範囲の敵を倒すことができるわ。
E105 ゼータ救出完了。残るは僕は
Thank you.